大文字と問題児、初中見舞いの絵はがきが届いてると思ったら真昼からだ。あいつ家族旅行でカナダ行ったんだよな。でもなんか多くね？写真撮って一枚一枚絵はがきにしてるのか。翔吾くんとお父さんと、あれ、どの写真にもお母さんが写ってないな。お母さんはカメラ係です。写真を撮られるのが苦手なんだそうです。読まれてたな。ん？お父さんなんか怪我してない？パパが怪我してるのは、森の中から急にムースがやってきてパパをぶっ飛ばしたからです。ムースってヘラジカだよな、あの超巨大な。 お父さんよく生きてたな。初中見舞いじゃなくて普通にお見舞いに行った方がいいのだろうか。さすがにインパクトの瞬間の写真はないか。パパがムースにぶっ飛ばされてる時の僕とお兄ちゃんです。あったあったけどそっちじゃない。っていうかお母さん撮っとる場合か。随分余裕あるな。やっぱりお母さんも変わった人なんだな。お、ロッキー山脈の雄大な山々です。ロッキー山脈では何を叫んでもエイドリアーンと子供が帰ってくるとお兄ちゃんが言ってました。なわけあるかい。ん？お父さんなんかに追っかけられてない？パパはバイソンとじゃれ合ってました。バイソン？あの超でかい牛？いや牛は大体でかいけど。パパはすぐ動物に懐かれます。これ懐かれてんの？完全に取ろうとしてるようにしか見えないけど。次を見るのが怖い。どんな階段より怖い地獄の絵日記を送ってきやがったな、マヒル。グリズリーと相撲を取ってる金太郎か。お父さん、肉食動物はまずいって。ユーコン川です。とても綺麗でした。兄弟、川はいいから後ろ後ろ。お母さん、さっきから夫の木に全然写真ぶれないな。グリズリーってめちゃくちゃでかいクマだろ。お父さん大丈夫なのかよ。絵はがきでこんなに心動かされたのは初めてだ。パパはグリズリーと仲良くなってました。金太郎か。